山嵐の必殺技はこの体当たり。敵が近づくと体の針を逆立てて突き刺してしまいます。そんな山嵐の針の威力とユニークな威嚇法を見てみましょう。ここは長崎県の長崎バイオパーク。暮らしていたのは8頭の山嵐。主に地上で生活する種類の山嵐たちです。体に生えている針は毛が変化したもので、ご覧のようにかなり鋭いですね。こちらは生後4日目の山嵐の赤ちゃん。背中には針がありますが、まだ柔らかいんです。これは生まれる時お母さんの体を痛めないようにするため。針は10日ほどで硬くなりますが、首の後ろは短く、逆に背中は太くて長くなっていきます。さて、この山嵐の針、鉛筆より少し細めですが、とても硬く、かなりの威力なんだそう。そこで山嵐くんたちの中にライオンのぬいぐるみを入れてみました。すると早速一頭の山嵐が針を逆立てて近づいてきました。そしてな勢いで体当たりしまくる山嵐。攻撃の後をよく見てみると、なんと4本もの針が。この攻撃にあったらさぞや痛いでしょうね。はい、ものすごく痛かったです。両足に13本の針が、かなり長いやつが刺さってですね、深さ2センチぐらい入って、もう動けなくなっちゃったんですけども、で自分から抜いてみたんですけどね、かなりひどい怪我になっちゃいまして、あまりにも鋭利なんで出血はひどかったですよね。さあ、ではすごい攻撃をする山嵐から問題だけろろろ。実はこのように敵が近づいてきてもすぐに体当たりをするわけではないのです。攻撃前をよく見てみると、これは中が空洞になっている針で、敵が近づくとそれを鳴らして威嚇します。この音が山に吹く激しい風の音に似ていることから、山嵐という名がついたとも言われています。さらに呼吸まで荒々しくして、尻尾の音と一緒に威嚇をするんです。まあ、山嵐というのは針を持っててもですね、やはり動物の中では弱い動物の中でして、それでまあ実際はあまりこう攻撃したくないわけなんですけども、つまり決して好戦的な動物ではなく、体当たりはあくまで最後の手段というわけ。まず第一の威嚇は尻尾を鳴らし呼吸を荒くする。そして第二の威嚇をして、最後は体当たりして相手に針を刺す。では問題、山嵐が2番目に行う威嚇とは一体どんな方法でしょうか。では再び山嵐くんにライオンのぬいぐるみを近づけてみました。激しく尻尾を鳴らし呼吸を荒くし、第一の威嚇です。そしてと、何やら足踏みをして音を立てていますよね。実はこれが第2の威嚇なんです。それ以上近づいてしまうと、ということで後ろ足で地面を踏み鳴らすのが山嵐からの第2の、そして最後の警告。その後は体当たりですので気をつけましょう。